パーシー・ジョーンズはイギリス人のベースと、主にジャズの分野で活躍している。彼を一躍有名にしたのはバンドブランド X での活動である。フレットレスベースを用いたユニークなフレージングやコードな演奏技術で脚光を浴びる。古くは1960年代後半にリバプールシーンのメンバーとしての活躍が有名。1970年代中期から プログレッシブロック界隈におけるスタジオワーク、セッションワークで頭角を表し、1970年代後期にて、イギリスのクロスオーバーバンド、ブランド X で当時珍しかったフレットレスベースプレイヤーとして日本でも話題となる。ベーシスト界切っての革新的スターであった同じく、フレットレスベーシストのジャコパストリアスとよく比較されるが、ジャズの高速レガートや、 リア寄りのピックアップでタイトに演奏するジャコに対し、パーシーは、ブリティッシュロック、ブルースをルーツとしたベーシックなフレーズを多用、またフィンガリングもネック寄りである。デビュー初期から、ピッキングハーモニクスを使った先鋭的なアプローチや、躍動感のあるネルようなグリッサンド、フィンガリングによる高速レガートなどを取り入れており、現在に至るまで彼独自のユニークで、 アグレッシブなスタイルは変わらず完結されている。ソロ活動としては、タンネルズというバンド名義でアルバムを発表している。セッションとしては、ブライアン・イーノのソロプロジェクトなどへの参加がある。ありがとうございます。